月女児を出産しました。結婚して3年で、やっと生まれた待望の赤ちゃんで、旦那とも名前を一生懸命考え、ともみと名付けました。画数も良かったし、うちの親も旦那の親も初孫ということもあり、とても喜んでくれていました。そして、昨日、高校時代に仲の良かった同級生たち4人が、お祝いも兼ねて、訪ねてきてくれました。うち2人は、既婚子あり、1人バツイチ子あり、1人未婚。子供は、それぞれの旦那が見てくれてたり、実家に預けてきたらしい。うちの旦那は仕事で不在だったので、みんな、久しぶりに顔を合わせたのもあって、話に花が咲き、楽しい時間を過ごせました。みんなが帰って何時間か経った後、来てくれた子たちの一人から電話があり、私さんの家を出た後、4人でお茶でもということになり、近所のショッピングセンターにあるスタバに行った。みんなも久しぶりだったので盛り上がったけど、映画、バツイチの子、私さんの子供の名前がおかしいと言い出した。A が言うには、普通、子供の名前に、凛という字は使わない。だって、不倫の凛だよ。怪しいよね。だそうで、私さんの旦那は髪の毛がふさふさなのに、赤ちゃんは、すごく毛が薄かった。リビングに写真が飾ってある。普通、女の子は父親に似るのに、あれはおかしい。とか、どんどんエスカレートしていった。みんなは、そんなはずはないし、憶測でそんなことを言っては失礼だ。それに、倫という字は、倫理という言葉もあるように、ちゃんとした意味もある。人の名前を馬鹿にしてはいけない。と諭してくれたそうなのですが、A は聞く耳を持たず。それどころか、みんなで私を馬鹿にする。私がバツイチだからか。と途中で勝手に怒って帰ってしまったそうです。ちゃんと止めれずにごめん。と謝られました。電話をくれた子には、教えてくれたことのお礼を言い、電話を切りました。確かに、A は、高校の時から、人の言うことはあんまり聞かず、一人で、どんどん話を大きくしていってしまうタイプでしたが、さすがに今回は驚きました。A 以外の2人からも、同じような内容のメールと電話があり、謝られました。A からは、何の連絡もないのですが、住むところが離れているし、そんなに、頻繁に顔を合わすほどの仲でもないので、このまま無視しておこうかなと思います。ただ一言だけ言いたいのは、人の子供の名前がどうと書こうとか言う前に、お前の子供の名前はどうなんだ。せめて、初見で読める名前をつけてやれ。それと、不倫していたのはお前だ。知られていないと思ったら大間違いだ。少なくとも、昨日来た友人たちは全員知っているぞ。自分のことを棚に上げて、人のことを貶める神経がわからないという、元友人のお話でした。